朝は食べさせない。あの例のあの、プチ断食で4時に食べさせて、4時と、11時半か12時ですね。お水は飲んでる？お水は普通にいっぱい入れます。あ、でも最近ちょっと水飲む量が増えたような気がしないでもない。気温が上がれば増えますよね。すごい左をとにかく気にしてて、なんか平気ですね。平気ですね。ただこれ、はい、緊張感があるからさ、緊張感、緊張するとアドレナリンがたくさん出ます。そうすると、ちっちゃい痛みは隠せる。大きい痛みは隠せれないけど。なんかさ、最初パッと今、私見たときに、若干左足だけ取ったんですよ。あの、そこで、はい、はい、最初にパッと見たときに、左の後ろ足をね。だから足の裏かなと思ったんだけど、足の裏ではない。わかりました。何ですか、カレー関節が痛んでるんですかね。うん、関節ではなさそうです。今私関節結構、あの伸ばす方と、あの曲げる方としっかりやってで、いつもあの家の中に入れるので今の時期は、うん、足拭くんですけど、うん、足拭いた時もすごい嫌がってたんですけど、うん、一応なんか刺さってるかなと思って見たんですけど、何も刺さってなかったんで。お水はよく飲むんですね。お水はよく飲みます。で、この間いつもはしないんですけど、この間初めてゲージの中でおしっこしちゃって。ただ雨が多いんで、散歩が今ちょっとあのいつもより短いですね。今朝はでも久しぶりに、あ、昨日は行ったか。昨日は行けて、今朝も30分以上行きましたね。ちょっとこの消炎鎮痛剤。はい、関節炎とかにも使うんですけど、はい、これをちょっとステロイドじゃないんですよ、1本にします。あ、はい、で、あの打って30分ぐらいに効いてきますから、はい、で24時間効きますから、はい、こういうの飲み薬もちょっと何日か分出しますから、痛くなかったら別に無理飲ませんでもいいんだけど、はい、ちょっとでもかばうなら飲ませて、飲み薬の方ね。その、まあ根本的には関節が痛んでる、まあ、関節なのか軟部組織なのか、骨は折れてないと思うんだけど、はい、うん、まあ、そんな激しい、まあ、走ったりはするんですけど、うん、一緒に公園とか、でもだからそんな激しい運動とか、こう高いとこから飛び降りたりとかすることはない。何歳になりましたっけ？8歳ですね。8歳だと、7歳過ぎると可能性としては骨関節症が起きてくる可能性はあるんですよね、うん。で、芝犬、まあ、ちょっと芝だから芝犬で多いのはどっちかと、末端よりも、ここが変形性骨関節症になるケースが多いですけど、でも、ここがなっても、まあ、あの片っぽだけ痛いってことはありえますんでね、あっちの消炎鎮痛、それでもまだ痛いんだったら、やっぱ検査した方がいい。で、メロキシカンもね。まあまあ、飲み薬どうしようかな。いつもって週末でしたもんね、見えてるの。そうですね、うち日曜日が休みなので、はい、3日分直接出してきますから、はい、あのもし痛いんだったら、はい、あの飲ませてください。痛くないなら無理に飲まさなくていいです、はい、であのもし痛がるんだったらここのちょっと
の土曜日でも、はい、あの連れてこられれば、日曜日ですね、あ、日曜日は検査します。はい、じゃあその時は、あ、まあ、今朝食べてないがいいよね、はい、うん、水だけでね、はい、いつも通りの食べ方でいいですから、はい、ちょっと次の日曜日来れないかもしれないんで、まあ、これ来れたら月曜日、うん、いいです。で、痛くなかったら、はい、今日の処置でも、はい、24時間経っても痛くないんだったら、はい、無事に無理に行かない。あ、そうです。で、念のために3つ薬を出しておきたいなと思いますので、はい、よろしいでしょうか。はい、左甲子軟部組織炎、どこかわからない。だから軟部組織か関節か、でも関節は今触ったけど、組織炎か。初めてここまで痛かったんで。あ、本当、はい。そうするとなんか足の裏ちょっと切ったとか結構あるんですけど、ないですよね、はい、よく見たけど。あ、でも過去に1回だけすごい前に、うん、7年前ぐらいに散歩中にギャーって言って、はい、どっちの足か覚えてないんですけど、こう同じようにちょっとなったことはありましたね。その時も後ろ足でした。後ろ足でしたね。でもそれ以外ずっとないですね。ちょっと薬体くれる？ 10 枚ぐらい。じゃあちょっと下ろしてもらっていいですかね。はい。よいしょ。1個そうでした。あ、2個だね。2個だね。OTC か。まあ、消炎鎮痛。はい。今注射で打ったやつの伸び薬ね。はい。で、まあ、1日1回で3回分出しておきます、はい。食事と一緒に、食事と、本当は食事と一緒がいい。だから、はい、もし痛がってるんだったら、はい、今日のも夜の時に飲ませてください。痛がってなかったらもう飲ませなくていいんですけど、はい、だから夜ですね、飲むとしてもね、はい。で、これで、まあ、これとちょっとあの少しブドウ糖まで飲みやすくしておきますので、はい、からアンチノールは引き続き飲んでおいてください、はい。はい、じゃあそれで、で、痛がってる、かばう、なんかそういうのがあるんだったら、はい、検査を受けに来てください。わかりました。でなければ、ちょっと様子見てください。検査というと、レントゲン。レントゲンとか、血液検査とか、そういったことになりますね。わかりました。よろしいですか？はい。はい、はい、じゃあ、ちょっと待ちで待って、はい、いいですか？はい、ありがとうございました。なんか、普通なんですよ。ねえ。家帰ってさ、リラックスしたらどうなるかなんですか。ありがとうございました。はい。